戻りました。おお、大変だ大変だ、いろいろありましたの。大変だ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 。うん、そういえば三田が帰ってくんの、大丈夫かよ。はい、事故なし勝利です。以上、三田です。すみません、実はすっごい雨やな、前が見えんわ。何？脱輪した？ということでですね、課長、今やっと車引き上げてもらってですね、連絡がこの時間になったんですよ。すいません。天気の動向に気を配り、大雨、洪水、暴風等の警報が出ていないか常に把握しておきましょう。低気圧が迫ってきよるの。運転時に異常気象等に遭遇した際の措置や報告要領、緊急対策等についても全従業員に徹底してください。大雨が降っての遅れたり運行計画を変えるときにはわしに連絡してくれよ。わかりました。過去には冠水した高架下道路で自動車が水没し運転者が死亡する事故も発生しています。冠水危険箇所や高波時に危険な海岸沿いの道路など全従業員で情報共有をしましょう。雨が降ったの、この道路、下が冠水するから、よく気をつけて運転してくれ。